コラード・ファビは、イタリア・ミラノ出身の元レーシングドライバー。元 F1 ドライバーのテオ・ファビは2位。1981年、ヨーロッパ F2 選手権に参戦。1982年にシリーズチャンピオンに輝く。コラード・ファビ1983年開幕戦、ブラジル GP にて、イタリアの小規模チームであるオゼラから F1 デビュー。チームメイトは、 ピエル・カルロ・ギンザーニで、アルファ・ロメオ製、V12 エンジン搭載とオールイタリアン体制での F13 戦であったが、資金不足のためニューマシンは、ギンザーニの乗る1台しか用意できず、ファビは、旧型マシンであるフォード DFV エンジン搭載車、FA1D、AH、を、第8戦カナダ GP まで使い続けた。 マシンの戦闘力も低かったため予選落ちを6回、喫するなど結果を残せなかったが、レースでは、銀座兄を上回る走りを見せた。1984年は、兄テオが、カートシリーズと F1 の日程が被る際に、代役としてブラバムから、F1 参戦。第9戦ダラス GP では、自己最高の7位完走するが、 結局このレースが最後の F1 出走となった。同年後半はフォーサイスレーシングからカートシリーズに参戦するが父親が亡くなり家業を継ぐためレーサーを引退した。ありがとうございます。